全国1億2000万人のペンタプリズム腐食でお悩みの皆様、こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。本日はキャノンペリックス、あとキャノン FT のペンタプリズムの交換をしたいと思います。その他裏蓋とか、底板の交換もしたいと思ってます。この4台のうちの下の2台はジャンクです。壊れてます。こちらの FT は軍艦部がへこんでますよね。シャッターは動きます。そしてこっちの FT はシャッターが壊れてます。もう巻き上げもできませんし、シャッターを押しても反応しません。今回はこのジャンクの FT のペンタプリズムを上の2台のペリックスと FT に移植したいと思います。こちらの左側のこちらですね、動く方の FT は前期型です。そしてこのジャンクの方は後期型。前期型は背面にシリアルナンバーが刻印されてます。こっちが前期型ですね。そしてこっちが後期型。実は前期型の FT はほとんどがペンタプリズムが腐食してます。でもこの後期型のペンタプリズムは腐食してないはずです。なのでこの2台のペンタプリズムを外して交換しちゃおうって OK 牧場では始めましょう。では最初にフィルム巻き上げレバーを外します。ゴム板を押し付けて反時計回りに回せば緩みます。緩んだら用地でくるくるくるって回してください。はい、お次はノギス。シャッタースピードダイヤルはこのノギスで私は回しちゃいます。小さいカニ目レンチ持ってないんです。はい、用事でくるくる。シャッタースピードダイヤルは60分の1、フィルムの感度はアーサー ISO100 に合わせておいてください。まあ今日はそこまでばらさない、露出系とかは外さないので、まあ、どこでもいいんですけどね。そしてフィルム巻き取りクランクを外します。 FT はここまで全て順ネジですね。ペンタックスのカメラとかは逆ネジだったりしますので注意してください。電池ボックスの蓋を外して、この後ろから見て右側の側面とファインダーの左右、そしてレンズマウントの上側にネジがあります。この4本をネジを外してください。はい、上のカバー外れましたが、ここです。シャッターボタンの下の部分のカラーがよく落ちてしまいますので注意してくださいね。カラーはここにはまります。ちょっと面倒なんですが、上のカバーを外したら再度シャッタースピードダイヤルはつけてください。位置が変わってしまうとちょっと面倒なことになるので、まあ、つけておけば間違いないです。変わってしまっても元に戻せますので。そしたらプリズムを外します。プリズムを止めているのは2本のネジで止まっているこの金属製のステーですね。
これです。このステイがダメになっちゃうんです。ステイに貼り付けてあるモルトがモルトプレーンが加水分解でボロボロになってしまっているんですね。そしてこのモルトのカスがペンタプリズムに悪さをしてプリズムが腐食してしまうんです。この銀色の3本のプラスネジ、これを外してプリズムを取り出します。このネジは結構固く締まってますからね、舐めないように注意して外してください。慎重にプリズムを取り外します。この露出系の針、これ曲げないように注意してくださいね。そしてこれが、外した前期型の FT のペンタプリズムです。腐食してますね。ほら、左右にちょっとこの矢印、竹串の先の部分、この部分が腐食してファインダーを覗くと黒くなっちゃうんです。あとセンターにも1本筋が入ってますね。上から見るとこんな感じ。加水分解したモルトが悪さをしているのがわかります。まあ実際このくらいの腐食でしたらファインダーを覗いても大したことはありません。ただやっぱり気分悪いじゃないですか。ファインダーの中が汚れていたり黒くなってたりしたらちょっと気分も落ちるってもんです。そしてこちらが後期型のペンタプリズム、綺麗でしょう。ちゃんと腐食しないように対策されてます。後期型の方はこのセンターに黒い筋がつかないように、あのセンターの部分、尖った部分の塗料が剥げないようにきちんと塗料も厚く塗られてますね。上のカメラが動く方のカメラ、そして下の方がジャンクです。この動く方の FT、 底板が傷だらけなんですね。そしてここがへこんでます。この当たり、へこんでる部分が裏蓋に当たってしまって、裏蓋の開閉にちょっと支障をきたすので、こちらのジャンクの方の底板に変えちまいましょう。こっちは多分クリーニングすれば綺麗になると思います。プリズムを固定するステイはこんな感じでボロボロです。まあ、このステイに関しては、まあ、水で洗ってヤスリで磨いてきれいにすればまた再利用が可能です。ペンタプリズムのカバーも水洗いしました。きれいになりましたね。それではペンタプリズムを取り付けていきます。無水エタノールで、プリズムをきれいにしてから取り付けましょうね。
せっかくバラしたんですから、接眼レンズも綺麗にしましょう。ブロワーで拭いてプリズムを取り付けます。あとはバラした時と逆の手順で組んでいくだけなんですが、このネジとかちょっとした細かい部品ですね、これは小さいトレイをいくつか用意しておいて、必ずバラした順に入れておくようにしてください。どのネジがどの部品がどこについてたっていうのが全然わかんなくなっちゃいますんで、まあこうして動画を撮っておくのもありだと思います。そしてこのペンタプリズムを固定するトレイですが、磨いた後1ミリのモルトプレーンを貼っておきましょう。はい、ラウナです。腕時計やカメラ用の潤滑油ですね。ラウナシャープ40はベンジンで 5% の希釈液を作って使用します。このように小さい注射器で注入します。希釈オイルを塗布したらブロワーで拭いて乾燥させます。そしたらシャッタースピードダイヤルを外して上カバーを取り付けます。シャッタースピードダイヤルも分解して清掃しました。左側が綺麗にした方のシャッタースピードダイヤルです。やっぱ綺麗になると気分いいですよね。はい、用事でくるくる。これ組み方間違ってますね。板ワッシャーの方が下でスプリングが上です。ごめんなさい。そして最後にカニメネジを締め付けて完了です。続いて裏蓋の交換です。針革を剥がすので無水エタノールを染み込まして針革を剥がしやすくしましょう。針側を剥がすと3本のビスが出てきます。この3本のビスで裏蓋が止まってます。この QL 機構、クイックローディング機構のステンレス板は裏蓋についている留め金をラジオペンチで広げて外します。
こちらの裏蓋が動く方の FT についてた裏蓋です。結構これ錆びてるんですよね。磨いては見たんですけど。なので、ジャンク品の方の裏蓋と交換してしまいましょう。こっちがジャンクの方の裏蓋です。こっちの方が全然程度いいですよね。そしてこれが底板です。これも下のジャンク品の方の底板の方が全然程度がいいですよね。なのでこれもジャンクのこっちに交換しちゃいましょう。まずは裏蓋を取り付けます。張り革は粘着力が強いので、エタノールが乾けばまたくっつきます。はい、 OK 牧場。ピンセットにシルボン紙を巻いて無水エタノールをつけます。結構このギアの部分も汚れてるので、エタノールで拭いてきれいにしましょう。きれいにしたら油を差します。よくミシンオイルを使う方とかもいらっしゃいますが、ミシンオイルとかだとどうしてもホコリがついて動きが悪くなってしまいます。なのでこの精密機械、腕時計やカメラ用の希釈オイルを使うのがやっぱりいいと思います。ちょっとお高いですけどね。底板をつければ完成です。底板は3つのネジで止まってます。うん、いい感じですね。あとジャンク品に電池アダプターが入ってました。水銀電池今ないですからね。LR44 が使えます。これはラッキーでしたね。FT には
FL の 50mmF1.8 が似合います。かっこいいですよね。はい、 OK 牧場。またねー。